型にはまらない音楽とアートの学び、自由な環境で音楽とアートに向き合える東京芸術大学音楽学部音楽環境創造科。今回は一般公開された作品展千住アートパス2023からその模様をご紹介します。千住アートパスは毎年12月に開催される研究発表のための展示会です。主役は学部 2,3 年生、創作、音響、アートプロデュースの3プロジェクトに分かれた学生がこの日に向けて学科内外の学生と協力して作品制作を行ってきました。プロジェクト創作で没入型の作品制作をする上本裕太さんにお話を聞いてみました。今回制作した作品は見えない絵本。音楽と環境による音響作品になってます。視覚情報を損失した時に没入感が高まるということで、音楽と環境音だけでこう何か物語を表現できないかということで着想を得ました。3人で作品を作ったんですけど、作品の方向性を決めるのがちょっと難しくて、題材となる物語を作ってもらって、そこからどんどん積み上げていくという形で対処しました。後藤先生にさらに聞いてみました。学生自身が新たなジャンルを切り開いていく、映画音楽とかゲーム音楽とかコンピューター音楽などを含めた新しい分野に関わっている、世紀をまたがいていろんな新しい分野が出てきまして、社会に貢献できる人材を育てるっていうことが必要になってきた。自分でどうやって新しい分野を切り開いていったらいいのかって考えるようになるというシステムになっております。創作の仕方っていうのを先生がアドバイスをしていくと。東京芸術大学の中でも少し特殊な学科です。プロジェクト音響でゲームのサウンドデザインや音響作品の録音に取り組んでいる松村道智さんにお話を聞いてみました。今回制作した作品はレソのリメイク、シックスホール。東京芸術大学の上野キャンパスにある第6ホールを CG の方で再現して、楽器を配置して演奏されるオーケストラを自由な位置から聴くことができる立体音響作品になります。自分の中での音の VR みたいなのをこう作ってみたいって思ったのが最初のきっかけです。実際にプログラミングとかしっかり書くのが初めてだったので、どこからこうどうやっていけばこれができるんだろう、実際にやりたいことを実現するにはどうしたらいいのかみたいなのが結構わからないことばっかりで一番大変でした。亀川先生にさらに聞いてみました。音楽環境創造科自体が社会につながろうというコンセプトで作られてるんですけども、録音というものを通じて音楽をいかに他の人たちに届けるか、どうやっていい音で聴いてもらうか、そういうことが一応テーマになる。メインで取り組んでるあのテーマは立体音響、スピーカー増やしてですね、もう周りを360度囲まれるような環境を作ってるんですけども、やっぱり今までの2チャンネルのスピーカーで聴いてるのと全く違う発想が出てきて、学生は結構こう興味がもう多岐にわたって、私自身がやってる専門とはもう全く違うことをこうやりたいとか言ってくるんですね。やりたいことをこう実現するためのプロセスを自分で学んでいく。プロジェクトアートプロデュースで千住のイベントワンデイパフォーマンス表現会の運営に携わる稲垣佳代さんにお話を聞いてみました。キャンパスの近くの千住地域で展開されている音町千住の園っていうアートプロジェクトの事務局に入っていて、プロジェクトに関わっている上で公募でパフォーマンスをする出演者を集めるんですけど、初めて何かを表現する場を目の当たりにするとやってよかったなっていうふうに思います。入る前は結構千住キャンパスにスタジオがあったりだとか録音する人が多いイメージだったんですけど、なんかいざ入ってみたりすると自分の興味に応じたことを好きにやらせてくれる環境だなっていうふうに思ってます。領域を渡り歩くような勉強の仕方をさせていただくのはすごいいいことだなっていうふうに思ってます。普段の座学の授業との両立が結構大変なんですけど、現場が好きなので自分で時間作って取り組んでる。熊倉先生に聞いてみました。
芸術と社会をつなぐアートマネジメントという分野を、担当しています。音楽環境創造科は理論と実践の往還、行ったり来たりというのを、一番特徴として掲げているんですが、実際に社会の人たちと一緒に企画を説明したり、アートの専門家じゃない人にこの企画のどこが面白いのかというようなことを説明したりと、さまざまな人たちの間でコーディネートを行ったりする。学部の1年生から大学の外に出て、街の中で実際に企画をやる現場を経験できるというところが特徴だと思います。社会と演劇の関係を研究したりするドラマトゥルクという職種について研究する研究室もあります。自分だけの方法で未来の音楽に携わる、あなたもここで自分の作りたいを形にしませんか？次回の東進 TV もお楽しみに。